釣れないところにいつまでもおとりを入れておかないように、おとりを引き寄せたりしたら必ず少しポイントをずらして新しいポイントを探るようにします。基本的な手順は手前から順番に置きですね。手前、真ん中、向こうというふうに順番に攻めて、また竿を1本分ぐらい下がって、また手前から順番に沖に攻めるというふうな形が一番効率がいいと思います。で、釣れなければもう丁寧に釣る必要ないものですからね、それを 2,3 回繰り返して、かからないようなら今度は大きく移動ですね。50メートルでも100メートルでもいいものですから歩いて、ポイントを変えてみる必要があります。とにかくよく釣る人ほどよく動くものですからね、釣れなければどんどん足を使って、釣れるポイントを探すというのは、一番大切なことと言えるかもしれないですね。今もこれ注意していることは たった一つ、さっき言った流れにきちっと沿っているかと、目印の動きを見ながら糸の張り加減が適切かどうかを見ています。少し手前にずれたんで調節します。分かりにくかったら少しこうやって持ち上げてやると分かりやすくなりますね。今ちょっとこう手前に反れてるなとか、これが少しこう起こしてやると分かりやすくなります。